皆様こんにちは。参議院議員の福岡孝麿です。今回のリレー対談は小川克己参議院議員と行わせていただきます。小川先生は自ら理学療法士であられるとともに理派職を代表して現在国会でご活躍中です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて先生、今年4月から診療報酬改定行われましたけれども、今回 0.43 プラス改定となりました。そこにあたっても先生かなりご尽力いただいたんですが、今回理学療法士に関する部分としましては、その継続的な二次性骨折予防に関する評価であったりですね、また透析の方の患者様が、その運動指導にかかる、そういった部分の評価の新設、こういったものが行われた。これは本当に現場の方々 の実態を見たですね、時期にかなったものだと思いますし、この創設にあたっては先生も大変ご尽力いただいたというふうに承知をしています。この件に関するご評価とか思いをお聞かせいただけますか。はい、ありがとうございます。今回の改定に関しましては、まず第一にプラスになって、これでちょっと安堵したということなんですけれども、その他に私たちに関係するところでは、今先生がおっしゃっていただきましたように、二次性骨折予防とか、あるいは透析に関係する運動療法であるとかですね、私どもの業界では国策そのものが治療から予防にシフトしつつあるというところも踏まえて、もう少し予防の観点で、理学療法が貢献できる場が多いんじゃないかというふうな意識を持っておりまして、その方向での評価を、これまで厚労省にも求めてきたという経緯があります。そういった意味で今回は、第2番目 2番目の、予防に関する評価をいただいたというふうなことだというふうに認識をしております。先生のご尽力もあって、当初は相当財務省も厳しい状況だったのですね、だいぶその押し返してプラス書いて出たわけですが、やっぱり看護職以外のコメディカル全体の職を良くしていくためには、今のプラスだけでは十分じゃないっていうようなところもありますから、そこは先生とまた力を合わせて、今後も環境改善に、努めていきたいと思います。いろいろとお世話になります。どうぞよろしくお願いします。環境改善に努めていきたいと思います。よろしくお願いします。続いてですけども、介護分野とかでもそうですけど、地域包括ケアシステムなどですね、その地域においてその地域共生社会、こういったものを構築していこうというような動きが出てきているわけです。でその中でやっぱり縦割りであったり支えて受けてといったその垣根を越えてですね、まさに今厚労省が言っているように、自らが我が事のようにして捉えていただいて、そしてその世代や分野を超えた、丸ごと取り組んでいくっていうようなことが求められているというふうに思います。言い換えるとですね、地域のさまざまな方が協力連携することで安心安全な地域づくりを作っていこうというような機運だと思いますが、その中でその理学療法士である先生としましては、この中でその理学療法士さん初めてですね、理派職の果たす役割だったり、この流れに関しての思い、こういったものをお聞かせいただきたいと思います。ありがとうございます。地域がやっぱり今後大きなキーワードになっていくことは確かだろうというふうに思ってます。で地域の中で、医療ニーズを持った方々をどう支えていくのかということと、それから健康な方々の健康をいかに守り続けていくのか、そしてやや不健康を感じておられる方々の健康を上げていくのかどうするのか、この3点で地域において貢献できるのは多分理学療法士中心とした理派専門職だろうというふうに思ってますので、ただ残念ながらその活動できる環境と場がないといいますか、制度的にですね、そこら辺を今後作っていく必要があるんだろうというふうに思いますし、リハビリテーションに関する小委員会の中でも理派職、理学療法士をはじめとした理派職については、地域におけるさまざまなそのつなぎ人という役割を果たしてほしいというふうなご意見も頂戴しておりますので、まさに我々の施行したいという方向性そのものでございました。そこで地域が元気になれば地域共生社会がのずからできていくんだろうというふうに思っています。今先生おっしゃったようにですね、これまでもその地域活動の中で、理派職の方本当にいろんな形で関わっていただいてますが、制度上しっかりそこを位置づけていくというのは、大きなポイントだと思いますので、そこもまた一緒に問題意識を持って、取り組ませていただきたいと思います。次にですけども、今さっきおっしゃったようにだいぶ高齢化が進んでいることもございますので、
まあ、その介護予防であったりっていった観点からですね、理学療法士の先生方の担う役割っていうのも大きいと思いますし、今あのコロナ禍の中でですね、改めてその高齢者の方々のフレイル対策とかの重要性っていうのもあの認識が高まってきているようにあの思います。まあ、そういった観点でですね、あの介護予防の今後の在り方だったりリハビリテーションの在り方、こういったものについて先生のお考えをお聞かせいただけますか。データヘルス改革推進特命委員会の中で科学的介護に関するワーキングで、まあ、3年ほど私主査をやらせていただきまして、まあ、それものを感じていたんですけども、やっぱり介護の現場というのは非常に科学的でないという、まあ、いわゆる DX から最も遠いところというふうな認識がありまして、それを医療と介護の連携というのはもうこれまでも言われてきてるんですけども、なかなか進まない実態があって、そこの医療と介護をうまく結びつけていく、まあ、共通言語を標準化していくという上で多分一番役に立つのは理学療法士さんの療法士言語聴覚士かなというふうに思っています。まあ、そうしたところのその活用をぜひやっていただいて、まあ、介護の現場でエビデンスに基づいた介護がしっかりとできるような体制を作っていくことは多分必要なんだろうというふうに思いますし、まあ、先生今お話になりましたように、まあ、今回のコロナ禍で行動自粛ということがありまして、在宅のフレイルの方々がかなり増えたというふうなデータもございますので、まあ、そこら辺に対して積極的にもっともっと理学療法士活用していただければというふうに思っているところです。おっしゃるようにその制度の垣根を越えたこう橋渡し役として、まあ、理髪職の方々の担う役割って本当今後も大きく役割があるものだと思います。はい、ありがとうございます。最後に、まあ、私佐賀県ですから、その佐賀県 の、 理学療法士もしくは理髪職の先生方に向けてですね、はい、先生からメッセージをお願いいたします。はい、佐賀県理学療法士の皆様こんにちは、小川克美でございます。いつも大変お世話になっております。私も皆様方のですね、現場の思い、そういったものを政策の場に反映できるようにしっかりと頑張っておりますし、これからも引き続き頑張りたいと思っております。まあ、そうした中で、まあ、こちらの福岡高丸先生、同じように社会保障の畑の中でしっかりと先を歩んでいただいております。まあ、そのこれまでも様々ご指導いただきながら一緒に頑張らせていただいております。引き続き福岡高丸先生もと私とですね、日本の社会保障に貢献できるように、しっかりと頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。先生おっしゃったようにやはりその理髪職を代表して小川先生がいらっしゃるからこそ、今回例えば部会の下でですね、はい、リハの小委員会ができたりということでいうと、やはりその代表者をその持ってるかどうかってすごく大きいことだと思いますので、そういう意味においてまたこの夏も先生と一緒に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ファイト高まろう、ファイト佐賀。